皆さんこんにちは。青山本店1階からお送りしていますトレーディングポスト YouTube チャンネルです。今回は待ちに待ったクロケット&ジョーンズアーカイブコレクションが入ってきましたので、こちらをご紹介していこうと思います。アーカイブコレクションはですね、クロケット&ジョーンズ自体、140年以上の歴史のある、メーカーさんなんですけれど、ノーサンタトンの方の工場に行くと古いモデル、1910年代から50年代に作られた、今でいうヴィンテージな靴が、ショールームに飾られております。本来だと博物館にも飾られてもいいようなすごいハイクオリティな靴を展示しているんですが、やっぱりその靴を見るとすごいかっこいいなということもありまして、作っていただいたものになっております。アーカイブコレクションを開始するにあたってスワンコレクションの話っていうのがあるんですよね。ちょうど私が入社した時にトレーディングポストにスワンコレクションっていう幻のコレクションなんですかねがございまして、それも当時の雰囲気、アーカイブの雰囲気、デザインを生かしたものが販売されておりました。個人的にはすごい好きな靴だったんで、今でも2足実は持ってはいるんですけれど、すごい、はい、当時そのアーカイブの雰囲気っていうのをノスタルジーな雰囲気出すために結構ベージュとか、ライトブラウン系ですね、結構明るめの色がメインで展開していたので、正直ちょっと癖がすごく強かったのかなとは思っております。そんなスワンコレクションがあったと。でそれは今回のアーカイブコレクションにつながったわけですよね。そうですね、海外の方に買い付けに行くようになったのがちょうど2016年頃からなんですけれど、実物本物を見た時やっぱりすごい感銘を受けたんですね。当時の雰囲気というかクロケットの歴史、その背景がすごくかっこいいなということもありまして、ぜひもう一度復活させたいということでオファーを出させていただきました。今回のアーカイブコレクション全部で3型あるんですけども、簡単に1つずつ見ていきましょう。はい、まずはストレートジップ、はい、レッドヒルですね。レッドヒルですね、はいはい。モデルネームは新しくついた名前でございまして、もともとこのアーカイブコレクションっていうのがクロケットの方に確認したんですけど、かなり古いモデルもありまして、展覧会に賞を取ったような靴もあったりするんですけど、ちょっと細かい話はあまりにも古すぎるということで、クロケットの方もどういうところで販売していたかっていう情報が不明なところはすごくあるということです。今回ストレートチップ、レッドヒルですね、他の靴と違いまして、やっぱり特徴的なのがクラシカルなシックスアイレット、ギザギザの入るようなストレートチップの方でもギザが入るようなデザインを採用していたり、あとはレースステイの方にはパターンが入るというところで、ちょっとクラシカルな雰囲気になっております。で、そのアッパーのデザインもギザが入ってたり、結構特徴的なレッドヒルなんですけども、一番の特徴は何といってもソールのあの部分じゃないでしょうか。はい、そうですね、クロケット&ジョーンズではかなり珍しいベベルトエッジソールを採用しております。日本でいうところのヤハズというあれですよね。そうですね、コバの部分をくの字にとグラインダーをかけてデザインをしているので、横から見るとこうかなりスマートに見えるスタイルを採用しております。横というか、斜め上から見たときにソールがちょっと薄く見える感じですよね。では続いてこちら真ん中のフルブローグクロイドン、クロイドンですね。クロイドンですね、はい、こちらはどんな靴でしょうか。そうですね、もう見ていただくと分かる通り、フルブローグウィングチップのデザインなんですが、非常にこうパーフォレーション、メダリオンすごい装飾されている迫力のある靴になっております。あとはやっぱり特徴的なのがこの外ハトメですね。昔の靴って結構外ハトメ補強されて使われていた靴が多いんですけど、それをそのまま採用しております。これあとこれもソールがちょっと変わってるんですよ ね, ですね、当時のその靴自体もその仕様だったんですけど、いわゆるハーフミッドソールという、前がダブルソール、ウエストからヒールにかけてはシングルソールを採用しております。そうで、ハーフミッドクロケット&ジョーンズで結構珍しいというかほとんど見ないですよね。そうですね、過去にちょうどトレーディングポストの25周年モデルかな、U-chipのスキンステッチを採用した時と、あとオードリーのコード版だったかな、それを確かハーフミッドで仕上げて、できることは分かってはいたんですけど、今通常のクロケットのラインナップの中ではこのハーフミッドソールっていうのは使われていない、ちょっと特別仕様になっております。あとこの色なんですけど、はい、ちょっと実は変わってるんですよね。そうですね、こちら一応ハンドグレードで採用されているベージュアンティークカーフというものを採用しております。
まあ、通常ですとベージュアンティークカーフって結構色ムラ感をつけて仕上げる革ですね。こちらのモデルはそのアーカイブコレクションというところで当時のノスタルジックな雰囲気を出したいなということで、あの色ムラの仕上げはなしの指定で仕上げてもらったモデルになっております。ハンドグレードでっていう言葉出ましたよね、はい、そうですね。で今回このアーカイブコレクションはハンドグレードコレクションの仕様なんですよね。はい、そうです。まあ、この企画を立ち上げた時にクロケット&ジョーンズの、まあ、社長のジョナサン社長とお話しさせていただいた時に、まあ、最初ちょっと乗り気ではなかったところはあるんですよ。いろんなものを開発している中、古いモデルをまた作るってちょっと違うのかなっていう話もちょっと出ていたんですが、クロケットのこの世界観、歴史っていうのをしっかり打ち出したい、日本市場のお客様にお伝えしたいということで、じゃあせっかくやるんだったらクロケット&ジョーンズでもトップグレードでもあるハンドグレードコレクションで作ろうということで、クロケット&ジョーンズの社長から直々に、まあ、ハンドグレードで作ろうということでお話をいただきました。じゃあ続いてこちらの3足目このソントンという靴ですね、はい、ここ最近そういうヴィンテージの靴を出しているところも出てきているので目にする機会はあったんですけど、内バネの U チップっていうところでよく話をしていたんですけれど、まあ、正式名称クロケット&ジョーンズにお伺いしたところ、デザイン名ですね、何でしたっけ、すごい名前でしたね、ブラントウィングブローグオックスフォード、はい、だからウィングなんですけど、はい、ブラントってその鈍いとか鋭くないっていう意味なんですよね。だから多分普通のウィングみたいにここはとんがってないからなのかなという気はするんですけどね、はい、でも多分その決まった名称というよりはこのデザインを普通に説明してるだけだと思うんですよね。そうですね、まあ、1920年代から30年代ぐらいによく作られていたデザインということで、そのアーカイブスタイルとしては、まあ、こちらをぜひ採用したいなということで、作らせていただきました。先ほどのクロイドンもそうだったんですけど、こちらさらにこのブローグの親穴が大きくて、イギリスブランドでこういう迫力のある靴って珍しいんじゃないですか。最初ちょっと小さくしようかと言われたんですが、いやもうそのままがいいよということでこの大きい穴で作っていただきました。であと細かいところだと実はこれソールが茶色なんですよね。そうですね、これも当時の、あのアーカイブのデザインが茶色でしたので、そのまま茶色で採用させていただいております。今回この3型ラスト木型は共通のものを使っているんですよね。はい、アーカイブの靴って結構細めのスマートな靴っていうのが非常に多かったんですね。それに合う着方って何かなって考えていた時に、うちの企画で10年前ですかねに開発された着型がありまして、それが357という着型なんですけど、前半部分が D で高とが C って結構細めの着型なんですね。タイトは木型なんですけれど、まあ、それがこのアーカイブの雰囲気に非常に合うであろうということで、そちらを採用させていただきました。こちらの3部作ですかね、どれがお気に入りですか。はい、これはね、クロイドンかな。おクロイドン、クロイドン、これが、はい、履くならね自分は、あそう、ね、どこ行ったところがやっぱちょっと今カジュアルっぽい服装が自分多いんで、はい、ストレートチップはオードリー持ってるし、はい、で自分が茶系の靴が好きっていうのもあるのと、こういうのもいいんですけど、はい、単純に茶色が好きかな、はい、最近あんまりこうムラ感がついてない茶系の革ってあんまり見ないんで、そうですね、少ないですね。これを自分で履き込んでどういう風に変わっていくのかなっていうのを見つつ履いてみたいなとは思いますね、はい、私はやっぱりこのソントンですね、こちらの、まあ、ブローグがやっぱりこの何て言うんですかね、この特徴的な穴飾り、まあ、これをどう履きこなすかっていうのをちょっと挑戦したいなっていうところはあります。また新しいデザインも含めていろいろ企画をしていこうと思いますので、まあ、その辺り交互期待していただければと思いますが、まずはアーカイブコレクションこちらの3型、はい、現在発売中ですのでぜひ皆さんお早めのチェックをよろしくお願いいたします。お願いします。